どうもどうも。久々の投稿で、タイトルにもありますように、ええ、なんかすごいことになってるんじゃないですか。私26年間愛用しております世界のサックス三大メーカーの柳沢のアーティストになりました、はい、すごいことですよ。夢のまた夢でした。憧れのサックスメーカー柳沢さんのアーティストになることができて、本当に皆さんに感謝しています。ありがとうございます。そのサックスの三大メーカー聞いてもいいですか。まずセルマーでしょ。あともう一つがヤマハ、そして柳沢。あれですよね、あのうーんのパトカーの、それは慎吾ちゃん、柳沢慎吾です。東京の板橋区で本社を構え、未だに一つ一つ手作業で作ったものがいろんなトッププレイヤーたち演奏されて、吉崎さんの中ではずっとそれを愛用されてるんですか。はい、愛用してきて、自分が使ってたやつが16歳の時初めて買って、柳沢のおかげで今の自分の働きがあると。なんか一つの夢が叶ったという。まだまだ足りませんが、諦めずに夢をね持ち続けることが大事、すごく思わされました。それと去年から柳沢の本社に連れて行って、はいはい、社長との面会なんかいると思ってなかったんよ。だから遠い存在の人だったんで、はいはい、柳沢社長でも、サックス奏者のもう世界的に有名だし、元 T スクエアの宮崎さんが連れてってくれまして、本社に。そう、そしてその時初めて社長と面会させてもらって、それだけでなんか嬉しくて、あとは今までずっと自分のことを応援してきてくれた人のおかげだと思います、うん、まあこれからの柳沢の名前に恥じないように、怪我さぬように日々精進して気を引き締めていこうかなと。またいろいろチャレンジしていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。やっぱり根本的にあるのがロンブランさんの奏法、うん、ロンブランさんの奏法はもともとユダヤ人のクラシックの先生から教えてもらった奏法があって、まあでも未だにもうまだ自分も勉強中で試行錯誤しておりますが、それがより自分の中では柳沢の楽器が素直に音を鳴らしてくれる。僕は安武さんのことを昔からそうです知ってるのであれなんですが、確かにロンさんに習うことで一回全部吹き方変えなきゃいけなくなったって言ってたじゃないですか。 それがやっぱちょっと特殊なんですね。特殊、まあ、なんていうのかな、口の形アンブッシャーって言うんですけど、はい、アンブッシャーがもうめちゃくちゃね、もうねごちゃごちゃしてなくて、シンプルすぎて難しかった、もともとロンブランさんに憧れて、ロンブラン奏法を教えてもらいたいっていうので、ロンさんにね近づいていったわけなんですけど、そうそうそう、ここにね柳沢ありますが、はい、まあ、これもねすごいですよ。これは柳沢のソプラノ、ソプラノですよね。これね1983年製ですよ。ちょっと吹いてみてください。え？柳沢さんがあっての今の安武元明俊サックス奏者としてあります、うん、久々の投稿でちょっともう告知もなんかちゃんと皆さんに情報出してなかったんですが、今週の土曜日6月の4日が大好きな観光地、うん、大分県日田の豆田町でジャズナイトコンサート、安武元明&ギター西田勇でスインガーゆか、もう一人ドラムが北出身の若手の子が入ります。どこで出会ってるんですか、そういうミュージシャンと。
薫長酒造さんつながりでたまたま入ったドイツ風のお店があって、うん、カフェバーリヒトかな、リヒトさんでマスターがいらっしゃって、その薫長さんの、ね、オーナーさんとつなげてくれて、でそれからの出会い で、はいはい、で今回のコンサートに至るという感じなんで、これは6月の4日土曜日、だいたい演奏時間は40分ぐらいですか。そう、40分45分ぐらい。こちらの問い合わせが薫長酒造さん、あとリヒトさんに問い合わせても大丈夫です。安武に DM でもいいです。そしてですよ、はい、次が、うん、約3年ぶりの、うん、おお、3年ぶり、3年ぶりにやっといよいよ故郷福岡県小郡文化会館大ホールにて出ましたね、安武元明単独ホールコンサート第8弾やったー。いやー、もう待ちに待ったです。タイトルがリスタート、はい、リスタートいいですね。新しい気持ちでこのコンサート届けたいと思ってます。会場が1時半から、開演が14時から。小郡市文化会館と小郡市教育委員会で小郡市が主催ということで、チケットが通常の半額以下です。2000円で、子供料金が1000円になります。はい。安武元明コンサート第8弾、リスタート。あなたに伝えたい音楽、ゴスペルジャズ&スムース。小郡から発信。皆さん6月11日お待ちしております。よろしくお願いいたします。でこの小郡のホールコンサートの、はい、めっちゃカンペ見てるよずっと一応ねこのメモをねそうかそうか、カンペというかね、カンペではない、なんかカンペっていう言い方があんまり好きじゃないでこの小郡コンサート出演メンバー、はい、ギターは西田勇、はい、おなじみのおなじみのメンバー、勇さんのギターの魅力はどんなところなんですか。そうね、やっぱりね自分のねサックスのメロディーをね引き上げてくれる。あ、そして勇さんに一言どうぞ。勇ちゃんに一言動画で勇ちゃんに一言とか言ったことないんですけど、勇ちゃん、あの6月11日ギター期待してます、よろしくまずはリハーサルででベースが原田優、あ、同級生ですね。これそうそう、で勇ちゃんも P ちゃんも同級生なんで、うんうん、じゃあ優さんに一言。えP ちゃん、いつも素敵なベースありがとう、よろしくね。いいんですか今ので。今のでいいですそんなあのいつも言いたいことはもうあの連絡取り合ってますからね。あ、そうか。でピアノ&キーボード福沢治、も出ました、治ちゃん。でドラムはもうね、治さんにはいいんですか。あ、治これから期待します。何これそして、はい、ドラムは宮吉秀明さん、宮さん、いいですね、うん、宮さんにも一言、宮さんにも一言宮さんむちゃくちゃやってくれると思います、期待してます宮さん。そしてあのまた安武ローストコーヒー飲んでくださいそこに行くんですよろしくお願いしますありがとうございます。で、うん、ゲスト小郡の地元の同級生でもありプロダンサー高木真由美さん出ましたね。これ小郡ぶらり歩きシリーズの第1弾で、ハッピーストリートのハッピーストリート、ハッピーダンス勝手に言ってるだけですよ、ね、で真由美さんが今回また演出してくれます。真由美さんにも、真由美さん、真由美さんのそのダンスを誇りに思っております。同級生としてこれからもよろしくお願いします。ありがとうございますなんでこれ。もう一人ゲスト出演はシンガーゆかさんです。あ、出ましたね。はい、もうきらびやかなね声を響かせてくれると思います、よろしくお願いします。まあ、あとはあの舞台演出は西日本企画さんと今回のチームで、ワンチームでいいですねやります。で文化会館のスタッフの皆さんともうね気合い入ってますんで、今回ねリスタートっていうテーマなんで、新しい音楽が本当に質のいい音楽を届ける予定ですので、ぜひ足を運んでください、よろしくお願いします。それと最後になんですけど、それこそこうやってプロとしてやらせてもらってんのも、もうこの人がいたからという憧れの、もうね憧れをずっと抱いてきたサックス奏者、もう世界のサックス奏者師匠でありますロン・ブラウンさん、ローさんがね先月先に天国に行きました。そう、これもねちゃんと皆さんにあの報告できてなかったんですけど、自分の中でもなんか気持ちの整理がついてない部分があって、あのまあ最後は家族の皆さんもなんか笑顔でこうあのローさんを送り届けたという
そんな感じだったんですよ。まあ、本当にロンさんに影響を受けてきて、そして2009年に弟子入りさせてもらって、いろいろ教えてもらって、で CD までね作ってもらったりして、プロデュースしてもらって、まあ今の自分があります。ロンさん の初めて22歳の時に、うん、In the Spirit というアルバムを1曲目 CD からの音でだけで感動して、衝撃を受けて、なんだこの音はって思って、でもその人と出会って弟子さんになって、なんかすごい運命ですよね。いろんな導きがやっぱり安武さんにはあるんだなって思いますね。ですね。まあね、だからロンさんからもやっぱり、まあ、弟子入りしてからも言われたことが、諦めたらダメだと、安武ここで諦めたらダメだと、なんか結構それ言われたよね。なんかやっぱりそれだけ安武さんに伝えたい音があったんでしょうね。12、3年前にロンさんが言ってたことって全く理解できなかったことがたくさんあって、でも12、3年経って今ね、今だから、あん時ロンさんが言ってくれてたことってこういうことなんだって、なんか10年以上経ってやっとなんか分かってきたなっていう感じです。だからこれから、まあまだまだ勉強中ですが、精進していきます。これからじゃあ柳沢アーティスト、柳沢アーティストとして、安武元明として、ワイワイで、何ワイワイって、柳沢安武、全然ピンとこない、すみません、本当にね、はい、はい、皆さんに支えられて、うん、助けも皆さんに支えられて何笑ってるんですかどうしたんですか、大事なところでね、皆さん、そうだ、大事なところでちょっともうすみませんね、まあ、こんな私ですが、はい、これからもサックス奏者安武元明、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。今日はご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。